さて今日はサフェーサーの水研ぎを行っていきます。今日は水研ぎを行い、下塗り塗装までを行います。下塗りについてはどこまで輝きが出るか確かめるのが目的です。さてここから塗装です。ボディペンのタフタホワイトを用いました。今回は塗装のノリのチェックのためトップカバーのみを塗装しています。塗装のチェックです。早速くぼみを発見しました。ここは塗り残しです。ここには横筋が入っています。カッターの傷跡も消えていません。また塗りムラもあります。今回の失敗をリカバーすべく次回以降も塗装に取り組んでいきます。さてここからは前回不調だったキャブレターの清掃を行いたいと思います。まずは分解をしていきます。フロート室もそこまで汚れていないように見えます。念のためキャブクリーナーで掃除をしておきます。案外汚れていました。他の部分についても穴がちゃんと開通しているかを確認していきました。同様に清掃にはキャブクリーナーを用いました。光を当てて穴が貫通しているかを確認しました。ちなみにこの元コンポのキャブレターは前期型でメインジェットが交換できない仕組みとなっております。少し見にくいですが小さい穴が全て貫通していることがわかるかと思います。この後は逆の手順で組み立てて完成といたします。この後車体に組み立て試乗をしましたがエンジン回転も好調を維持しております。今回原因は分かりませんでしたがまた不調になった時に原因追及したいと思います。今後の元コンポの行く末を見たい方は次回をお楽しみに。ではまた。